教えてモイーノ先生。今回はどうやってサンバを始めたらいいか、サンバチームへの入会までの流れを解説します。サンバに興味を持ったけれども何から始めていいかと悩む方も多いと思います。個人レベルでは難しく、多くの場合まずはチームに入ることになります。サンバにおいても他の趣味サークルと大まかな流れは同じなのですが、細かい点で特有のルールのようなものがあります。そこで今回はサンバチームへの入会の方法をこと細かく解説します。この動画を見るとスムーズに入会ができ、その後の活動も円滑に気持ちよく進められます。なぜルールを理解することが得なのかについても分かりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ちなみに私はこれまで4つのサンバ団体と深く関わり、また全国約30カ所のチームを現地取材してきました。日本サンバ人の生の声を発信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。なぜ理解すると得なのかについて説明します。全国にサンバチームはたくさんありますが、細かいルールはさておいて基本的な流れは一緒です。仮に転勤などで現在のチームから離れたとしても、ルールを知っていることでまた別の場所でサンバを続けられるというチャンスがあり、細く長くサンバと付き合っていくことができます。またこれからサンバを始めようとする初心者の方にとっては、事前にイメージを作ることができ、入会後のギャップでつまずくことがなくなります。では実際にどのような流れで入会にたどり着くのか、私の経験も踏まえて5つのトピックで紹介します。イベントを見た、バジルに興味がある、友達に誘われた、サンバのお姉さんに惚れたなど、いろんな動機でサンバを始めてみようと思った方がまず行うべきことは下調べです。チームのチラシ、ホームページ、最近では SNS という情報源が考えられます。そこで意識すべきは日時と場所です。練習場所は家から近いか、継続して通えるかということが重要なポイントです。せっかく始めてみても交通費や移動時間で無理をすることになります。また練習の曜日も平日だったり土日だったり、午前だったり午後だったりと多岐にわたります。チームによっては固定だったり分散させているところもあります。そこは自分の生活パターンに合ったところを選ぶと無理なく続けられます。サンバは集団演奏なので、何回か抜けてしまうとついていけなくなったり、チームによってはイベントにエントリーする際、練習参加率を重視するところもあります。補足ですが、各都道府県に2つ以上の選択肢がない場合は、そこのチームの事情に自分の生活パターンを合わせていくことになります。ここだと思ったところが見つかったら、次に体験会を申し込みましょう。大抵のチームはホームページに予定表とお問い合わせフォームがありますので、自分のタイミングに合わせて参加してみてください。持ち物は特に指定がなければ普段着でも構いません。汗拭きタオルと水分補給の飲料さえあれば十分です。参加費ですが、初参加の方はビジターといって無料のところがほとんどですので心配いりません。また練習後の打ち上げにはできれば参加しましょう。練習内では聞けなかったことやチームの雰囲気をより深く知ることができ、チーム選びの参考になります。入会するとなるとチームによっては入会金があります。そこはケチらずに払いましょう。またそれとは別に年会費もありますが、初心者割引を設定しているチームもありますので確認をしましょう。他の問題は後々響いてきますので、きっちりしておいた方がいいです。ここまでで入会した方はサンバの世界へようこそ。充実した日々を送ることを願っています。そこで今後の活動に必要になってくるものがいくつかあります。まず服装ですが、ザーキ奏者のイベントでの服装は大抵白パンツ、チーム T シャツ、白靴です。次に楽器ですが、担当の楽器が決まるまでは貸し出しを行っているチームもありますが、いずれ前楽器の購入が必要になります。お世話になるであろう楽器店としてはマルメラーダ、JPC、 ネット販売を行っているところであればサウンドハウス、中古でも構わなければヤフオク、メルカリなどもあります。パーツ内で同じメーカーの楽器で揃えるというチームの方針もあります。チームの古株の中で眠っている楽器を譲ってくださる方もいるかもしれませんので、焦って一人で考えず、まずはメンバーに相談するのもいいでしょう。最後に人間関係ですが、サンバチームに入るとサンバネームというその界隈だけに通じる名前をつけることがあります。命名されることもあれば自己申告もあります。事前に記念と名前を考えておくのもいいでしょう。一生ついてもあります。先ほどお話ししたように、サンバの練習の後は十中八九打ち上げである飲み会や食事会があります。参加は自由ですが、メンバーとの親睦を深めるなら新人のうちは2回で1回は行っておくのがベターです。さらにチームの中ではメーリングリストやホームページは別に、内部用に
情報や写真を SNS 上で共有しています。ジャケット演奏には若干懐かしいですが、 Facebook が主流のツールになります。なので見る専でも構いませんので、事前にアカウントを作成しておくと良いでしょう。グループやページには楽しそうなイベント情報もたくさん転がっていますので、余裕が出てきたらぜひ顔を出してみてください。サンバの世界は広くて狭いです。一度踏み込んでしまえばやる気次第でいろんなチャレンジができます。顔なじみの人はすぐにできますし、当日の練習が終わった後には次回の練習が待ち遠しくなることは間違いなしです。興味がある方はとりあえず一歩踏み出してみましょう。その際に今回紹介した5つの順番をあらかじめイメージしておけば大きく外れることはありません。チーム個別の事情については各チームの新人係の方が説明してくださると思いますので、よく聞いてください。一人でも多くのサンバ人が増え、日本のサンバがより盛り上がるのを願ってやりません。動画のコメント欄に質問を募集しております。不安なことがあったり、もう少し聞いてみたいなということがありましたら、コメント欄によろしくお願いします。今後もこのような動画を投稿していくので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。